こんにちは。私は高校で地歴公民の教員をしています井上美京です。私は平成30年と31年の2年間ブラジルのサンパウロ州にある第二アリアンサ鳥取村日本語学校で日本語の教師として働いていました。この動画を通じて鳥取県の教職員の皆さんにブラジルのそして第二アリアンサ鳥取村について興味を持ってもらえたら嬉しいです。それでは今からいろいろお話を始めたいと思います。行ってみよう。なぜ私がブラジルで日本語を教えていたのか、これを説明します。そもそも鳥取県とブラジルの間では長い期間行われてきた交流の歴史があります。その過程で平成5年度にブラジル鳥取県人会の会長からの要請を受けて、平成6年度から鳥取県教職員のブラジルへの日本語指導員派遣事業が始まりました。私はそれ以降続いて、代々続いた第13代目にあたります。この鳥取県派遣事業については概要欄掲載の鳥取県ホームページからも事業内容を確認いただけますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは最初に第二アリアンサ鳥取村の基本情報についてお話しします。第二アリアンサはサンパウロから600キロ離れています。サンパウロ州ですが、あの大都市のサンパウロではなくて、そこからバスで10時間かけて行きます。サンパウロは南米だけでなくて南半球最大の都市ですが、第二アリアンサはちょうど田舎です。一言で言うと、牛に囲まれた大草原、で、イメージとしては北海道の十勝平野で山を削って、それがずーっと広がる感じです。それが延々と続く感じがアリアンサです。これからドローンでアリアンサの様子を見てもらっちゃおう。はい、来ました。これが第二アリアンサです。この映像は初めて第二アリアンサ鳥取村をドローンで撮影した時の映像です。真ん中の方に見えるところが第二アリアンサの中心部、ミッドタウンです。そしてここから全景、広いな。この真ん中の一本道を通ってみんなが移動します。右も左もずっと牧場が続いています。そこには自由な牛たちがいっぱい、牛&牛。さて、ここもう一回ミッドタウンやってきました。左側に見えるのが自治会館の横にある野球グラウンドです。この野球グラウンドの周りが第二アリアンサの中心部、真ん中の方に見えるのが自治会館です。これが第二アリアンサ鳥取村自治会館、日系人の憩いの場、第二アリアンサの心臓部分です。右の奥の方に見えるのが、あれが日本語学校です。第二アリアンサの住民は130人ぐらい。今はブラジル人もたくさんいて、日系人が30世帯ぐらい住んでいます。かつての鳥取、富山、長野、熊本から来た移民が作ったコミュニティで、
初めは未開の森林だったところをみんなで開拓しました。アリアンサというのは協力という意味のポルトガル語で、自分たちの作った村にその名前を付けました。後でそれが分かれて、第一アリアンサ長野村、第二アリアンサが鳥取村、第三アリアンサ富山村ができました。自然がいっぱいでスーパーのんびりのアリアンサの生活についてはまた今度紹介します。この事業は第二アリアンサ鳥取村の日系人の子どもたちに日本語を教えるという事業です。現在は4世の子どもたちが多いです。現在の子どもたちの親世代3世ぐらいから日本語がだいぶ怪しくなってますね。話せるけど書けないし読めないという感じです。で、親たちもみんな日本語学校に行って日本語を学んできたので、で、自分の子供たちも日本語を話せるようになってほしいという気持ちから日本語学校が続いています。親世代の人たちは大体日本に働きに行ったり住んだりしたことがあるので、みんなやっぱり日本語学校に行って日本語を覚えてほしいっていうふうに思っています。学校は日本人学校ではなくって日本語学校です。学校というよりも塾に近い感じですね。子どもたちは学校は普通のブラジル人の学校に昼まで通っています。朝の7時ぐらいから始まって12時ぐらいがブラジルの普通の学校の時間です。そしてそれから家に帰った放課後に日本語学校に行きます。勉強としては日本語の勉強のみです。村の行事とか自治会もほとんど全て日本語学校が中心になっていますので、そこでなんとか村の日本の文化を維持しています。だからとっても日本語学校を大事にしています。要するに授業の内容は日本語学校での日本語の指導と、あとは村の日本文化の普及と維持、これが授業内容ですね。それでは、自己紹介をしちゃいます。それとなんで、アリアンサに行きたかったのか、その理由を喋っちゃいます。今私は52歳です。高校で地歴公民の授業をしています。派遣の年齢制限が、上限の49歳の時に初めて高校にこの募集が来ました。で、それを見て申し込みを即決しました。以前より、海外で生活したいなということはずっと前から思っていました。海外での生活や文化にとても興味があったので、そういう機会がないかなと思っていましたが、日本人学校の募集やそれから、国際協力機構の JICA などは小中学校の募集やそれから理系とか実技科目の募集が多いんですが、なので社会科ので高校の教員をしている私にはそういう募集がないなと思って、諦めていましたが、そういう時に日本語学校の募集があったので、それですぐに行きたいと思いました。実はその時子供ももう成長して手が離れていたし、介護する親ももうすでに他界をしていました。そして15年間一緒に住んで世話をしていた犬もその前に死んじゃったんですね。で、そしてもう一つ、すごい力を入れて一生懸命やってた部活動の選手も最後の一人が辞めちゃったんですよ。で、その辞めてどうしようかなこれからなんて思ってる時に、その1週間後にこの募集がベベーンと来ました。そしてこれは行くしかねえ、俺の出番だと思っちゃったわけです。
その時担任も 1,2 年持ち上がって3年も持ちたいなと思ってたんですが、もう年齢の上限の最後の年だったし、もうチャンスは今しかない、そして夢は大事にしろと生徒たちにも言っていたので、やっぱりそれを示すことも大事だなと思いました。そして、地歴公民の教員として、特に開発教育に力を入れてきたつもりです。コーヒーというのは特に、そういう時にいい格好の題材になるので、世界の貿易品目の中でも重要な、そして生産流通消費の過程でいろんな問題も含めていて、とっても大事な題材なので、よくコーヒーを授業に取り入れていました。そんな中で、一番の生産国であるブラジルの、コーヒー生産の実情や、その生産者の大規模農業のやり方、生活、そういうものもとっても興味があって見てみたいと思ってました。そしてやっぱサッカーも好きですね。サッカーやってたし。ということで、もうこれは行くしかねえと思って申し込みにゴーということです。この次の動画からは、現地での仕事内容、それから生活環境、それからプライベート、この動画もいっちゃいますから、ぜひお楽しみにしてください。これらの動画を通じて、鳥取県の教職員の皆さんがこの派遣事業に興味を持っていただけたらありがたいです。この事業に関するお問い合わせや質問はこの動画のコメント欄に、また概要欄に記載の連絡先にお問い合わせいただくことも可能です。ご視聴ありがとうございました。